羽生譲さん、新プログラム作ります。2.26東京ドーム単独公演、ギフトへ。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。フィギュアスケート男子の冬季オリンピック、五輪、二連覇王者で、今年7月にプロ転校した、羽生譲さん、28、が28日、日本テレビ系、ニュースエブリー、月金曜、 午後4時50分に生出演した。近況として、クリスマスイブに公式 YouTube で公開した新動画の編集作業が公開された。過去の練習で4回転フリップに着氷した時や、補助品ハーネスを用いてクワッドアクセル、4回転半を降りた映像などを自ら編集。30時間くらいかかりました。イブになった午前1時くらいまでかかったんですが、自分にしかできないことなので。 分身が欲しいですねと笑った。プロ転校後も、競技会に出場していた時以上に練習している理由を MC の陣内き美子から尋ねられると、別に、落としたくないとかいう陳腐な理由ではなくて、これ以上、進化しないと見せたい世界が見せられないから、アイスショーで表情に一人だけというのは初めてですし、そういう意味でも体力は必要。この前のアイスショー。 プロローグだと8本あって、実は1本でも倒れてしまうくらい、きついのでと挑戦のレベルの高さを口にした。2月26日には、スケーター初の東京ドーム単独公演、ギフトが控える。とりあえず、いや、急ピッチで演出とかの準備をしています。大体いい演技することは決まってきたんですけど、新プログラムを作りますと明らかにし、自分で振り付けをしたり、頼んだりとも報告していた。番組の中では、 来年から新コーナー、羽生譲る、伝えたい、思いが設けられ、スペシャルメッセンジャーに就任。数ヶ月に一度もペースで出演することも発表された。コメント、東京ドームは準備撤収にかかる時間費用を考えると、二日やらないと効率悪いと聞いたことがある。一日しかやらないのは体力と集客の問題かな。東京ドームでやったという事実が欲しければ、再三度返しだろうし。ニュースエブリー。 素晴らしかったです。最高でした。YouTube はいつも楽しみに見ているのですが30時間もかけてクリスマスイブの深夜、一人で編集していたとは知らなかった。ニュースエブリーでハブ選手も日常をお知らせしてくれて良かったです。ハブ店のグッズの売り上げの多額の寄付。頭が下がります。素晴らしい人、ずっと応援しています。最後に美しいハブ選手から出た言葉。 ケツの力、トレンド入りしてる。そういうギャップにも、燃えるんだよね。ハブ選手が言うから、可愛いんだよね。そういう飾らないとこが好きい。新プロもとても楽しみですし、東京ドームでも、いつか終わる夢、見せてくれるでしょうかあんなこと買送りされそうになったのは、生まれて初めてで、笑い、感動しました。ハブさん、あなたがいない全日本は、レベルが下がりましたよ。 いかにあなたがすごい人だったのかがよくわかりました。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。